はい、皆さんこんにちは、村長です。今日はドーテックさんの D コンプレッサーというコンプレッサーをお話ししたいと思います。このソフトは比較的新しいドーテックさんのソフトウェアです。ドーテックさんのソフトとしては若干他のソフトよりも価格的にもハイクラスな部分、13,500円でしたでしょうか。そんな価格なんですけれども、とってもよくできていて、特徴としましてはまずコンプ臭さがないということです。この結果、悪く言えばかかりが分かりにくい部分もあります。でも音が沈みにくいという特徴もあります。通常コンプレッサーというのはスレッショルドを下げていく、そうするとコンプがかかります。大きな音を圧縮しようとします。その圧縮した結果が少し音が後ろに回ったような感覚を、多分コンプレッサーをある程度使いこなしている方はいつも感じると思います。はっきりわかるのが1176系のコンプなんかがその代表的な結果です。でもこのソフトウェアはその奥まるとか沈むとかいう感覚が少なく、そしてナチュラルです。僕は最近ドーテックさんのソフトウェアをレポートなんかをしていて、開発の方とお話をしたりすることもあるんですけれども、すごく理にかなった開発をされている。そしてそれは単にプログラムハウスとしてやってるというよりも、音の性質に対しての研究をとっても深掘りされているということがよくわかります。ドーテックさんのツイッター、今で言う X ですけれども、ぜひ見てください。とってもたくさんの音に関わる情報を初心者の方からまた上級者の人でも納得できるような記事を書かれています。これはすっごく勉強になることなので、すべてのドーテックさんのツイッターを遡って見られることを、音に対して悩んでいる人がいてたらおすすめしたいと思っています。それぐらい音のことについて研究をして、開発思想が僕はとっても気に入ってるんですね。クリエイターの人があまり深いことを考えずに、そして自分の目的になるべく簡単に近づけるように、難しいことはソフトウェアの裏の部分でちゃんと理屈にかなった処理をしてくれているのに、なるべくつまみの数を少なくしたりという工夫がされているということです。今日はそんな中で渾身の D コンプレッサー、これを深掘りしていきたいと思っています。まずは一番わかりやすいドラムの音からするんですが、通常僕たちのような解説者はこのコンプが気に入ってご紹介しようと思った時に、このコンプのかかり度合いとかを見せると思うんですが、僕はいくらこのコンプが優秀であってもコンプだけではダメだと思うんですね。皆さん、女性のお化粧を考えてください。お化粧にはファンデーションというのもあります。そのファンデーションが例えば今回の D コンプレッサーだとします。そしてファンデーションをつける前には下地処理というのをしますよね。いわゆる基礎化粧というようなものです。それと同じように、あまり良くない音をそのままコンプレッサーに任せても、コンプレッサーとしての能力は発揮してくれますが、元の音が良くないものが良くなるとは僕は考えていません。音楽の中で音をイコライジングしたり、ステレオの幅とかそういうものを考えて良くしていく、その方法を今日はお見せしたいと思います。まずは何もかかってないユージャムさんの音源をプリセットもさほど考えることなく入れたドラムの音がこの状態です。聞いてみてください。僕から言えばちょっと沈んだ感じがします。まずはこのドラムの音を良くするという意味で、そんなに重箱の隅をつつくような難しいことはやっていません。最近
購入しましたノマッドファクトリーさんのドラムツールがありまして、そこにドラムセットというプリセットがありまして、上の方からもドラムセットというのをこのように選んである。たったそれだけです。特別なことはしていませんが、今の音を聞き比べてみましょう。まずはバイパスから入れます。はい、ハイハットの音に注目してください。こんな感じです。もちろんこの中にはドラム用のいろんなエフェクトが入っていて、ある程度はコンプレッサーもかかっている状態だと思ってください。でもこれだけではちょっと寂しいですので、ドーテックさんの D-Wider というソフトがありますから、それをさらにここにかけてステレオ感を上げます。まずはバイパス、ドラムツールスは入った状態です。ですから音はだいぶに良くなっていますが、 D-Wider のバイパスからいきます。はい、入れます。そして上げていきます。どうでしょうか。かなりステレオ感が良くなったと思います。まだまだこれが100点とは言いませんが、このように下地作り、これをした上で本来のDコンプレッサーを入れていきたいと思います。Dコンプレッサーのバイパスから、入れます。最初に申し上げたように、え、どんな風にかかったのと思われた方もいてると思います。皆さんヘッドホンをつけてこの先は聞く方がいいと思います。じゃあこの D コンプレッサーの機能を説明します。他のコンプレッサーにちょっとないような機能がインプットフィルターというのがあります。ここにハイパスとローパスがあります。どの範囲にかけるかというのを0から20キロまでかけるように最初はなっているわけですけれども、例えばこれでディエッサーのような使い方をしたいとすれば、これを5キロ近くまで上げて、まあこれは男性と女性の声によって違うと思うんですけれども、10の方は少しまあ絞ってもいいでしょう。こんな感じのフィルターをかけてやれば、このコンプレッサーはディエッサー代わりにもなるという、こういうインプットフィルターというのがついているのが特徴的です。次にチャンネルリンクというのがあります。今のようにドラムセットという音できて、なおかつ D-Wider などで広げてある音源というのは左と右が微妙に違ったりします。そして右の方からロータムが入る、そういう時には右の方に音が大きくなったり、そのチャンネルをリンクして両方の音でコンプレッサーをかけるのか、いやバラバラでかけるのか、左の端いわゆる 0% になっているとバラバラに処理をします。いわゆるコンプレッサーが2つあるような格好でかかっていくわけですね。それをミックスバランスでこのように変えれます。ですからこれはどちらかの音が大きくなったらコンプレッションをするようになるわけです。まあここはさじ加減です。そして次のパラメータもとってもよく考えられてるなと思うんですが、ピークと RMS、 いわゆる平均値でかけるのか一瞬一瞬でかけるのか
というのが選択できます。右のディダクションメーターをよく見ててくださいね。ピークにしてあると速く動きます。一瞬一瞬の音に反応するからです。今度は RMS の方に回しましょう。これで聞いてみましょう。はい、これ今全く動かないですよね。 100% の RMS でやってるからです。これを混ぜていきます。もちろんメーターだけの話ではありませんよね。平均して音が大きいと思ったらコンプレッションをよりするし、一瞬一瞬のアタック、もしくはトランジェントと言ったらいいでしょうか。それがキュッと上がった時に抑える、抑えない、そのような動きをしますので、まあ通常の使い方としてはピーク寄りにしておく方がいいと思いますが、音のキャラクターが決まりますので、これをゆっくり動かしながらやると自分の求めている音というのに近づいてくれます。今はきつい音に対してすぐにかかっています。今度はここで若干音が沈むことを確認してください。もうちょっと上げます。右のリダクションメーターがずっと抑えてますよね。ですからもちろんこれはちょっと音が抑えつけられている状態です。でも一瞬一瞬で解放してあげるとリリースが短いのとよく似た動きをします。はい、このようにトランジェントを生かしたような音にしたいのであればピーク寄りでやる方がいいと思います。次はスレッショルドを決めるときにこのディコンプレッサーはとってもやりやすいです。まずはインプットというところを見ててください。一番左のメーターです。はい、これでリセットします。今マイナス 4.6 デシベルぐらいの大きさになっています。これをどうすればいいか。通常はコンプレッサーがかかったら音は小さめになります。ですからこれを同じぐらいの大きさになるようにするんですが、一旦オルトクリックするとゼロになりますので、ここからやっていきます。リセットボタンを押しておいてください。もし音が小さかったらこのアウトプットを上げていくということになります。はい、マイナス8ほどですから4足りないですね。ゲインを上げていきます。はい、ピークではマイナス 3.8 ぐらいになっていますが、まあ1ぐらいのところは誤差と考えてもいいでしょう。はい、これでですからバイパスをすると音は同じ大きさです。入れます。全く違和感がなかったですよね。でもこれでコンプレッションがかかっていまして、まとまりのあるというところを見ていただきましょう。その時にアタックが今20ミリセックという風になっています。アタックがあって20ミリセカンド、この部分がかからない状態になっています。シンバルの
音なんかにとっても影響します。キックの場合はあまりわからないと思うんですが、このアタックを速くすることによってシンバルの音なんかもキュッと押さえつけます。今回は特にドラムキットということで、全ての音が入ったものにコンプレッションしていますから、そこらのさじ加減をアタックで調整します。今はシンバルしっかり出ています。はい、シンバルがちょっと小さく聞こえるようになっていると思います。はい、これを伸ばすと、はい、シンバルに動きが出てきますね。さらにここでローパスフィルターをかけると、もっとシンバルが明瞭になります。でもどうでしょうか、僕はこの音は気に入りません。少しバランスが悪くなりました。低域だけにかかってるからです。はい、このぐらいに抑えるべきですね。はい、今度はリリースの話をします。リリースは今案外早いです。だからすぐ離すという風になります。もっと短くしてみましょう。ここで、あ、変わった変わったと思った人は、それは耳が悪いです。何も変わっていません。なぜかというと、ここにオートリリースというのがあって、このリリースは何も変わらなかったからです。もう一度実験をします。今度はオートリリースを外します。これでやりましょう。ドラムのハイハットがとっても刻まれていくのをよーく聞いててください。はい、これがリリースの使い方の一例です。スレッショルド、レシオ、そして2位、アタック、リリース。これはコンプレッサーの基本的な5つのパラメーターですけれどもですね。これで今のような音作りができるわけです。レシオと2位についてはやっていませんよね。これでどんな風に変わるか。もちろんレシオはしっかり押さえるか、押さえ方が甘いか、そうなんですけれども、これが面白いのにですね。レシオというのは通常は1:1、これがかからない最低限です。でもドーテックさんのコンプレッサーには 0.5 というような設定があるんです。ちょっとやってみましょう。まずはレシオを上げていきます。はい、他のコンプレッサーを熟知している人は気がついたと思うんですけれども、ここまでレシオを上げていってもコンプ臭さがないと思いませんか。そして奥まりにくいと感じませんでしたか。圧縮はしっかりかけてるわけですけれども、でもあまり後ろに行きません。そのところをよく聞いてみてください。そして先ほど言いました1以下というのをやってみます。
コンプレッションを1以下にしているわけですから、どちらかというとエキサイターのように強調された形になりますね。抑えるというより抑えない方向に動くわけですから。もちろん音も大きくなります。ですからアウトプットを下げます。このようにするとトランジェットが弱い時なんかにも強く感じやすくなりますね。他のコンプレッサーにはないような機能です。次に2の説明をします。2は人間で言えば足のひだのようなもので、通常2がこのように0の状態だとコンプレッションがすぐにかかり始めます。でも2をこのように上げていくとコンプレッションのかかりが緩やかに、そして自然な感じになります。ただし2を設定しないコンプレッサーというのもあるので、2というのはあまり重要に考えていない人もいるというのも事実です。でも2は音の変化についてはいろんなパラメーターの中で顕著に出ると言っても過言ではないと思います。2の仕組みというのはここにデシベルで表示されていますように、スレッショルドを境に何デシベルの範囲分で曲がる角度を設定するか、それの幅のことを言います。ですからデシベル単位になっています。少し間違った考えの方もいます。2を上げていくと自然に緩やかにかかると先ほど言いました。でもコンプレッションというのは2を設定することによってスレッショルドより下の音も徐々にかかり出すということで、コンプレッションの量は通常多くなります。ちょっとそれを見ててください。今レシオを 4.4 という値にした中で見ていただきます。はい、まずは2を設定していない状態から聞いていただきます。はい、ちょっとスレッショルドが強いですのでリダクションが多いですね。もう少し上げます。はい、このようにコンプレッションがかかっています。じゃあここから2を上げていきます。はい、一旦は自然にかかりますが2の幅をさらに広げます。45デシベルというようなすごく大きな曲がりにしました。すると先ほどよりもコンプレッションが多くかかっています。これは今画面に出しているような図の法則から見てもわかるように、かなり低いところからコンプレッションがかかるからです。このように2というのはスレッショルドを境目にどれだけのカーブを設定するかということです。左側に書いてある絵と右側に書いてある絵、いわゆる極端に2を強くした場合はコンプレッションがスレッショルドに届いていなくてもかかるということで、実験したようにメーターが上がっていくわけです。ご理解いただけましたでしょうか。こんな感じでドーテックさんのコンプレッサー、冒頭にも言いましたようにコンプレッサー臭さがない、そしてナチュラルであるということと、メーターリングがリセットをして数字で出るのでですね、インジケーターがピヨピヨ動いているとどうしても分かりにくいですけれども、この数字が大きく見やすいですので、とってもいい感じにメーターリングも見れるところが特徴ではないかなと思います。最後にいろんな曲にかけてみた状況をテストしたいと思います。バイパスとアクティブとそれを交互にやっていきます。
はい、次の曲。次の曲。このようにですね、リアクションが9デシベルもしているのにもかかわらず、多分皆さんは最後の4曲を聴いていただいた時に、え、かかってるの?というぐらいに思ったと思います。それはとってもまとまりのいい、コンプ臭さがないようなものであって、でも小さな音と大きな音を詰めているということには変わりないということです。どちらかというとトラックの一つ一つの音にかけるよりもバスコンプのような使い方の方が僕はいいと思いました。でもマスターとしてかけるのにはドーテックさんには D グルーという秘密兵器のようなコンプレッサーがあります。音なじみがとってもいいんです。それはこういうものです。これをかけることによって音がすごく馴染んでまとまります。ちょっと最後の曲で聴いていただきます。これをかけないとき、かけたとき、まずはバイパスから。入れます。素晴らしいですね。はい、バイパスします。入れます。これが D グルーというグルーコンプレッサーです。音のツヤ、そして馴染みというのがとってもいいです。3つのつまみをほぼ 100% に近づけるだけでこんな感じになりますが、実際のかかり度合いを調整するのは左から2つ目のアマウントです。これを少なくするか多くするかで音が変わります。一体感が出ますね。よく聞いててください。
これは僕の感想ですし、ドーテックさんを持ち上げるわけではないですけれども、 D コンプレッサーと D グルーは同時に使うのがいいと思います。僕はこういうグルーコンプと呼ばれるようなプラグインを約5つぐらい持ってるんですけれども、こんなに簡単にグルー感ができるプラグインというのは他にはないような感じがしています。この D グルーに関してはつまみは簡単だけれども、いろんな曲とか使い道を別動画ででもご提案できる機会があればいいなと感じています。今日は長い時間ありがとうございました。村長スタジオでした。